とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は怒りを使った攻略をやっていきます。今回、構成がなかなか面白い感じにできたので、紹介しますね。怒りプラス、ブラストカバンみたいな、そういう感じです。なかなかね、珍しいよね。これが、タワーでできるなんてなかなか珍しいと思います。はい、でもまあ怒りはね苦手な人も多いと思うので、まあ慣れですよねあれは本当に慣れで、1回報酬スパイダーアーマー取りましょう。スパイダーアーマーはまずはクールダウン入れておけば OK です。クールダウンをガシガシ入れていってください。で、もう一枠のところは入れなくて OK です。よし。ここもとにかくガシガシ倒すのみ。よし、凍結は、ちょい!どこ行くんや、あいつ。嫌な動きするね。やばい、これはクリーパーが来るね。うん、しょうがない。しゃ、終わり。では2回クリアです。ここでハープーンを取っていきましょう。でクールダウンを2ですね。まあ商品のところで一気に入れても大丈夫だとは思いますけども、まあちょくちょく入れていきます。でここは、最初近接で戦って、あとあと弓で戦っていくといいですね。 OK。 雲とかこの遠距離の雪ゾンビはワンパンで倒せるんで、よし、 OK。 で今回は箱がありますので、矢は気にせずに使っていって大丈夫です。で3回クリアで、ここで重要なやつが出ます。羽です。怒りと言ったらば羽ですね。うん、これがないと動きがもっさりしてちょっと使いにくいんですよね。なので羽を持っていきましょう。しゃ、でここはね、ヴァンガードがめんどくさいのよ。一体こっち来ないかな。あ、来た来た。このヴァンガードがもうチク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 してね、嫌だもんなこいつ。行きましょう。でこの凍結もねほんと嫌い。よし、オーケー。バンガードっぽい。終わり。あと上のゾンビを倒して終了ですね。はい、でクリアです。で地雷を持っていきましょう。地雷はボス用ですね。であとこのザコも、まあ、若干なりと倒しやすくなるので、雷の杖よりも地雷の方が今回は俺はいいかなと思います。しゃあ、ナイス。これ地雷で倒すの気持ちいいね。よし、あたり、おい、ナイスめちゃくちゃいい。よし、で箱はね忘れず取りましょう。あとは4体ぐらいかな。あ、いや結構倒してた。5回クリアでーす。次で、ここでも重要なやつが出ます。これウィンドボーですね。ウィンドボー、これエンチャントがねものすごくいいんすよ。これバーストボーストリングとクールダウンショットがついてるので、羽ぴょんができるようになります。まあ、 敵が多いとこじゃないと無理ですけどね。でクールダウンを3まで入れて、ここで上げます。でこの防具で、最後までいきます。うん、まあ、途中ね
ちょっとパワーダウン、パワーがね、足りないっていう時もあるんだけども、まあ、そこはなんとか我慢していく感じです。ちょっと当たらんな。いやー、こいつ。嫌い当たれ。よし。OK。よし、あ、うん。引き寄せて落とす。これがウィンドウ棒の本当の使い方。あぶね。ちょっと待って、お前。えらいとこから攻撃してくるな。よし。もう。あぶね。じゃあ。あ、おお、あっち側いなかったんだ。若干ピンチになってるけども、まあまあ、大丈夫です。当たんねえな。おっしゃ、ここ敵がほんとね、高火力で嫌だよね。めちゃ高火力だからね。よっしゃ、よし、もうちょっとね、こう穴がたくさんあればウィンドボーでガシガシ落としていくんだけども、落とせる場所は決まってる。よし、はい、これでおしまいかな。はい、7回ここめんどくさいですね。で、武器変えていきましょう。星なき夜ですね。いきまーす。エンチャントはまだ入れません。入れていってもいいとは思うんですけども、ちょっとね、弓のやつを早めに入れたいので、ちょっと我慢していいと思います。まあ、ここもそんなにね、難しくはないので、大丈夫でしょう。トントン。いい感じ。はいはいはい。矢が出ないな。矢がちょっと出ないな。いまいち出ませんね。で、ここは何もいりません。で、エンチャントね、入れていきましょう。クールダウンショットとバーストボーストリングですね。これ最終的に3-3まで、上げます。OK。よし。で、ここは地雷をうまく使いながら戦っていきましょう。よし。で、星夜が、この凍結との相性がめちゃくちゃ悪いので、あぶね、あ、食らったわ。矢を取ったからか。まあいいか。戦い方には若干注意が必要だと思います。で、9回クリアでーす。ここでバジーネストを取っていきましょう。で、10回ここクリアすると、武器が怒りに変わります。よし、怒りを使い出すとようやく、あ、思いっきり食らったわ。この羽がね、生きるようになるんだよね。よし、とりあえずこっち側をまず倒すか。よし、 OK、 いいね。よっしゃ、もう凍結が嫌い、本当に。よし、当たんねえな。よし、矢はいい、矢はありがたい。ナイス、めちゃくちゃいいじゃん。361本、こんだけあればもう十分ですよ。まあ200本あれば事足りるとは思うんですけども、これでもぴょん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 していける。よし、10回クリア。次行きましょう。怒りを取りますよ。はい。で、怒りのエンチャントよりも怒りを上げますね、とりあえずね。できれば弓の方を
優先していきたいところでも、虚無だけは入れてください。虚無、うん、この虚無があるだけで火力がぐっと変わりますので、まずは虚無ですね。でその後弓のエンチャントです。では倒しましょう。 OK、 よっしゃ、いいじゃない。まだまだバーストゴーストリングがまだ弱いんだ。いや、しないっす。やっぱ怒りのね、持続ダメージが虚無によってもう1でいいんで全然変わるんでね、やってください。でここエレメントのカバンを取っちゃってください。羽ぴょんしていきますよ。バーストゴーストリング2のクールダウン2ですね。まだね、その完全な羽ぴょんはできないんだけども、それでも結構強力になります。うん、ちょっと待ってね、連射器入れます。よし、ちょ、何何、え、ああなるほどね、俺が毒食らってんのかい。やばい、ごめんだいぶ調子に乗った、だいぶ調子に乗っちゃった。よし、ちょっと回復取ってきます。だいぶ調子に乗ってぴょんぴょんしすぎましたね。よっしゃ、 OK、 いいんじゃない。はい、ああそうか、チャージショットはそうか、打てなくなるのか。まあいいや、それはそれで OK です。はい、13回クリア。次に行きます。でここでブラストだけですね。あ、ちょっと待って、あれ取れない、多分クールダウン中なのかな。ちょっと待ってね、あ、いけたいけたいけた、まあ、こういうことたまにありますよね。はい、で次行きましょう。危ねえ、落ちそうだった、危ねえ。この羽ピョン楽しいんでちょっと調子に乗っちゃうんですけども、あのHP の管理には一応注意してください。ほんとこのね、羽ピョンってね面白いんですよ。パワーでピョン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 いけるんで。よし、 OK、 いいね。あ、危ねえ落ちそうやった。よし、いきます。よっしゃ、どうしてもこれ動き、ああ調子に乗った動きになるんだよね。おーいおーいおーいおい、どうなった今のどうなったの。よし、じゃあこっちから回っていきましょうか。はい、14回クリアでーす。なんかね、動きにちょっと無駄が増えちゃうんでね、気をつけないといけないんですけども、ここは何もいりません。でボスでーす。これ多分ね、あ危ね、入れてくださいね。まずはクールダウンショットから入れた方がいいと思います。一気にいく、よっしゃー気持ちいいね、やっぱ。オッケー、倒しました。やっぱね、これにね、チャージ系まで入ってればマジで最高なんですけどね、チャージ系は入ってません。で何もいりません。あのね、スノーアーマー欲しいのよ、耐久力的に。でも怒りを使うのであれば俺はこのまんま行った方がいいと思います。 OK、やっぱり振りがね、ものすごく遅くなってしまうので、この 25% の攻撃速度アップはね、ちょっと必須かなと思うんだよね。 OK、 あーもう、でしかも今回この冬ステージだから余計にダメなんですよね。 OK、 おお、今のウィンドウも良かったよ、今のウィンドウも良かったよ。
そうです、引き寄せてね、この怒りでガシッといけるんで、まあ、それも相性がいいところ。 OK、 ちょっと待って、よしで、バーストボースリング3にするとだいぶ動きが変わってくると思う。うん、危ね、いいんじゃない。今だとね、やっぱ途中途中引っかかることがあるんですけども、バーストボーストリング3になると、まあまあその引っかかりも少なくなるんではないでしょうか。 OK、 危ないよこれ動きでちょっと調子に乗っちゃうからね。はい、16回クリア、何もいりません。でここ難しいんでね、注意してください。でバーストボーストリングね、これで33なりまして、武器には吸血1入れてください。ここはちょっと回復しないと難しいので吸血を入れておくといいですね。よっしゃ、バーストボーストリング3のクールダウンショット3になったやつは強いよ。うん、ちょっと防具のねパワーは全然足りてないんですけども、これでも全然使っていける。いいね、よし、あと上、はい、いや、いいね、気持ちいいこれぐらいガシガシいけると気持ちいいです。何もいりません。で、あと入れたいエンチャントは、虚無ですね。武器に虚無を3まで入れたい。まあ、後々入れれるんですけども、まあ、今のところは1で大丈夫です。やっぱボス戦で3まで欲しいんだよね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。いいね。HP、HP 一応気をつけよう。パワーは足りてないからね。よっしゃ、オッケー、いいね。雷が出ると本当に一気にいける。あれ、ちょっと今矢が出たと思うんだけど、矢は出てなかったか。うん、ちょっと矢は出てませんでしたね。よし、終わり。はい、あー、こっちか。18回クリア、使えれば本当楽しいですよ。何もいりません。虚無入れましょう。あ、間違えた間違えた間違えた、吸血入れちゃった間違えた、やらかした。あそこは虚無ですね。うん、吸血、いや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 、吸血入れちゃった。いいか、これ調子に乗ってるとね、こういう風になっちゃうんですよ。まあまあ、でも一応入れれるかな、多分。うん、多分最終的には2までは全然入れれると思うので大丈夫でしょう。何もいりません。いや、3は入れれないな。うわ、吸血ミスったミスった。でここで、スパイダーアーマー上げてください。もう最後はちょっと攻撃力よりも耐久力を上げていった方が安定します。もう全然虚無さんの毒ダメージで減らしていけるんですけども、ちょっと今回ミスったので、もう追い打ちでも入れるか。完全にミスった。よっしゃ、行きましょう。これ怒りのダメージも重要なんだけども、よし、もっと大事なのはカバンのダメージですね。よっしゃ、あー、全然出ない全然雷が出てきてくれない。雷がね、もう連続して出ればかなり早いんですけども、ちょっと待って、おっ、ね、凍結してた。いいね、いいね、よし、 OK、 まあまあそれなりですね、それなりだ。よし、うん、
これね、武器パワーを最後の商人で上げてもいいんですけども、そうするとね、まあ確かに若干はね倒すの早くなるよ、うん、でもそこまで大差はないと思います。重要なのは虚無、うん、今回完全にミスってるんで。よっしゃ、いける。 OK、いまいちな。やっぱ6倍出ないと遅いな。いやー、これはちょっと最後時間かかる。申し訳ない。最後をちょっとね気持ちよく決めたかったけども、まさかの失敗。エンチャ失敗ってなかなかですよ。よし、オッケーオッケーオッケー、もうちょい、オッケー、もう倒すんじゃない。はいはいはい、いやいやいや、倒しました。うまくいけば、20分以内全然いけると思いますので、やってみてください。まあ若干慣れは必要ですけども楽しいですよ。何が出るかな。最後見よう。あ、お、お、これリフレッシュがつくんじゃない？違った。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。